もうね、秋も終わりかけかな。どうですかね、この養老山脈の紅葉。カメラで撮るとね、あんまりちょっと分かりにくいと思いますけどね、まあ、肉眼で見るとまあまあ、あのちょっと色づいてるんかなと思ってね、毎年毎年ね、この養老山脈の横ね、この津屋川っていうのがあって、その堤防を走ってるんですけどね、もうちょっとかな、もうちょっとかなと思ってるうちに終わってるっていうね、冬になってるっていうねパターンなんですけどね。まあでもこんな感じがね、まあこの辺は養老は寒暖の差もそんなにあるわけじゃないんで、まあこんなもんなんかなって思いますけどね。まあ最近あったかいんで、もうちょっとね寒くなると、まあチートは色づくのかもしれないですけどね。まあこのススキの感じもねいいでしょうね、光に照らされて、朝日もう10時マントルで、朝日とは言わんかね、この不釣り合いなクレーン車や工事中の高速道路って、まさにねこの田舎にね高速道路がねできるんですよね、俺の走っとる隣にね。なかなかまあね複雑な気持ちはありますけどね、まあそんなところでございますね。まあ秋を感じながらのんびりと10キロ一人旅しておりますね。昨日もこんな感じだったんですけどね、思いかけず迎えに来てて連絡あったんで全力で引き返したっていうのがあって、今日ちょっと筋肉痛なんでね、今日はなおさら秋を感じながらのんびり走りたいと思います。ではバイバイ。